腰が痛い方、腰を痛めたくない方におすすめな動画内容です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの10秒で腰痛が楽になる。はい。デッドバグ背筋というのを紹介していきます。実際タートルはですね、椎間板ヘルニアというのを持ってるんですけども、この動画みたいにですね、編集してる際に定期的にめちゃくちゃ腰が痛くなります。そういった際にいつもやっている今回のデッドバグ背筋というのがですね、行った後すぐに楽になります。それを今回紹介していきたいと思います。腰痛というのは様々な原因があってですね、 15% ぐらいしか原因がわからないと言われております。ですので今回改善できない人もいるかもしれませんけども、そこはご了承ください。腰痛は 85% の方が原因不明です。よく腹筋をしたらいいと言われたりもしますけども、実際は腹筋ではなく背筋をするべきなんです。何十年も腰痛に悩まされた自分がですね、腹筋はもちろんあります、背筋ももちろんあります、トレーニングもしてます。ですが腰痛が治らない、それはなんでかっていろいろ毎日考えた結果の今回がデッドバグ背筋になります。ではやり方を説明します。まず腹筋をしたらいいというメリットはですね、腹筋をすることで腰のストレッチができます。体を寝て起こす、起こした際に腰が丸くなります。そこで伸ばされて腰の痛みが軽減するっていう方も多いです。ですが自分の場合、腹筋と背筋のバランスが悪く、少し猫背気味で動画作業をしてしまうので、腰を伸ばすことよりも腰を縮めることをした方が腰が良くなりました。そこで通常背筋、このように背筋をするんですけども、この背筋した際にですね、上から向こうに体を動かしてますよね。そうすると腰の部分の下側の背筋があまり鍛えられなくって腰が良くならないっていうことが分かりました。自分の場合はそこでですね、デッドバグ、いわゆる死んだ虫っていう意味なんですけども、このように死んだ虫の格好をします。こういう感じです。死んだ虫の格好をして上半身を起こして足も浮かせます。床についている部分はお腹だけです。上半身を起こして太ももの内側も床につかないように持ち上げます。そうすることで上半身と下半身両方から背筋を迎えに行く感じで、しっかり背筋を鍛えることができます。これを10秒間一緒にやってみましょう。足は180度開かない方は少し斜めでもいいです。上半身を起こして背筋を使います。下半身も浮かせてしっかり背筋が縮むようにすることができます。これで10秒キープしていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今ので上からと下からでしっかり背筋を収縮させて効かすことができてます。今ので腰が自分はすごく楽になるので、ぜひやってみてもらえたらと思います。やってみて腰が楽になった方、よかったらコメントやグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも短い時間少ない回数で効くエクササイズをのしていきます。痛みの改善、そういったことも自分自身の体験談からのしていきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。デッドバグ背筋でした。